それでは今回のパーティーを企画したマユシ、一言どうぞにゃ。マユリちゃん、落ち着いて。今日はクリスマスイブなのです。どこもリア充さんでいっぱいだけど、今年はマユシーたちもパーティーをしてリア充さんになろう。あ、いや、それリア充の意味が違うと思うな、マユシー。ふぶきちゃん、何人もの後輩ちゃんからクリスマスデートに誘われたのよね。それはもう熱烈に。全員女の子の後輩だけどね。とにかくみんなが楽しんでくれればマユシーは嬉しいな。終わりです。それじゃあ乾杯するにゃ。マホにゃん、温度よろしくにゃ。え、私？せっかく来てくれたにゃから自己紹介も兼ねてよろしくにゃ。今日は皆さんの集まりに招待してくれてありがとう。私とレスキネン教授はアメリカ在住なので、こうして日本でクリスマスを迎えるのは初めてです。こういう友人同士での賑やかなクリスマスもとてもいいものだと。何か面白いこと言ってみや。はい、面白いことにゃ。あっ、何を言っているのかしら。ヒアジョーさん、そろそろ乾杯を。そうね、そうするわ。それじゃあ乾杯。乾杯。面白い乾杯の挨拶だったよ。自己嫌悪だわ。何を言うんだい、クールなキャットだったじゃないか。マホニャン、いつからメイクインで働いてくれるニャン。そんなつもりはないから。スズハさん、私も
あ、うん。はい、すずさん。これ、マユシーが作ったんだよ。ありがとう。おいしい。これはおいしいですね。じゃあこちらもどうぞ。エビグラタンとあとフライドチキンはエスニック風にしてみました。エクセレント。凝っているんですね。間に合わせのものしか用意できなかったけど、大丈夫、それでバッチリだにゃ。私持ってきてない。スズハの分は僕とマユシで準備してきたお。そうなんだ、ごめん。気にしなくていいのだぜ。いいのだぜ。プレゼント交換の方法なんだけど、いろいろ考えて結局くじ引きにしたにゃ。にゃんにゃにゃーん。これはマユシーが今夜王様ゲームをやろうとして持ってきたものだにゃ。おい、マユリ、王様ゲームっていうのは合コンの時とかにするもんだぞ。分かってるよ、ちょっと勘違いしただけだもん。ま、女の子から命令されるのって僕は大好物だけどね。橋田さん、本当に変態さんですね。ということで、マユシーがちょっと勘違いしちゃったこの割り箸をくじ引き用に使わせてもらうにゃ。
した番号のプレゼントをゲットできるのにゃ。それじゃあプレゼントを渡すにゃ。中身を見るのはみんなに行き渡ってからにゃぞ。ワクワクしますね。何が当たるかな。それかっこいいでしょ。ベルトのバックルだよ、大ちゃん。学校につけていったらきっと人気者だと思うな。ありがとう。誰だこれは。プレゼントしてあげるといいよ。そんなことできるか。オカリンさんのためなら喜んで来てくれるって。どうしてそういう話になるんだ。なになに、マユシーがどうかしたの。それって何かな。ベビードールだよ、マユシ。しかも超可愛くてセクシーなやつ。オカリンさんのために着てあげなよ。そんなわけにはいかないだろう。それならオカリンさんが自分で着てもいいんですよ。これは返す。いくらでも自分で楽しんでくれ。じゃあこっちと交換します。君たちにはそういう発想しかないのか。マユシーはもうオカリンからプレゼントもらったからいいよ。オカリンさんさ、もうちょっとなんかなかったの。うるさいな。パーティーではこういうのがウケるって雑誌に書いてあったんだ。いや、これはないわ。うん、ないわね。なんだって。マユシーは嬉しいよ。だって金の延べ棒だよ。こんなの一生触れないよ。うふ、いい子だ、マユシーは。本当にいい子ね。よしよし。
じゃあ次は私が開けてみますね。すごいかわいい。素敵ね。ロマンティックです。いいな。橋田さんなんですね。どうかな。マユシからアドバイスしてもらって選んだだけなんだけどさ。素敵。ありがとうございます。大切にしますね。スズハ、よかったじゃん。うん。っていうか、兄さんは何が当たったの？これ。ん？いいんじゃない。行ってきなよ。なんだ、おう、鈴葉まで。だって、二人を見てるとじれったいからさ。けど、リアルでデートなんかしたことないし。母さんもそうらしいよ。え、そうなん？うん。そっか。
いいのかしら、こんな素敵なものをいただいてしまって。いいんですよ、どうぞどうぞ。どんな音聞きたい。そうですね、僕も聞いてみたいです。じゃあ、まゆしーね、この曲大好きなんだ。僕もです。ポカポカした気持ちになるね。ええ、そうね。あ、そうか、この曲だ。ユキさん、ほら、覚えてない？私が寝込んでた時、ユキさんがここで歌ってたよね。ああ、そういえば。うん、確かにこの曲だよ。ねえ、マヨ姉さん、これ、なんていう曲？